聞こえる？よかった。シミュレーションがうまくいきそう。記憶はかなり断片的だけど。これから無傷の記憶に踏み込んでもらうわ。インスティチュートの場所につながる手がかりが見つかるといいんだけど。さあ、これが見つけられた最初の無傷の記憶よ。公式発表が出ました。ラジオの音を小さくしろ。眠ろうとしてるんだぞ。母さんはどういうことか分かっていた。優しくはなかったが、母さんなりのやり方で愛してくれた。忘れないで。この記憶はそして親父から守ってくれた。だから最初は混乱するかもしれない。その代償は何度かの殴打では済まなかった。家を出てから母さんがどうなったかは知らなかった。知りたくなかった。その時はあの頃はそれぐらいバカだった。世界の仕組みの一体何を知っていたのか。今考えると親父を殺してほしかったんだと思う。殺せばよかった。家を逃げ出す代わりに。 NCR とその放棄から逃れられる場所を見つけようと心に決めた。だが実際は母さんを親父から守らなかった罪悪感から逃げ出したんだ。今となってはどうでもいいことだ。親父は酔っているか家にいないかどちらかだった。どこかのレーダーのギャングと行動を共にしていたんだろう。だが本当は何をしているのか知ることはなかった。なぜ母さんがあいつと一緒だったのかわからない。どうしようもないろくでなしでなかった時期もあるんだろう。これは探しているものとは違うみたい。この無傷の記憶は時系列で言うと今あなたがいるところに近いみたい。ほら、それを試してみて。幸福について言えるのは失って初めて幸福だったと気づくことだ。言い換えれば自分たちが幸福だと思うことはあるかもしれない。だけど本気で信じてはいないんだ。些細な戯言、次の仕事、何でもいいから集中するんだ。幸福がどんな感じか本当に理解するのは、振り返ってみてその後に待ち受けているものと比較するときだけだ。大丈夫。彼女に起きた最悪の出来事は俺だった。俺に会っていなければまだハブに残っていて、人殺しを家業にしていない人間と結婚していたかもしれない。俺と一緒になるよりきっと幸福だったろう。長生きしたのはまず間違いない。そのうちわかる。でもここには知り合いもいないし。俺みたいな男が娘を持つ気になった理由が何であれ、娘を持つ資格なんかなかった。一瞬たりとも。今は赤ちゃんもいるのよ。頼むよサラ。このまま続けましょう。次の無傷の記憶につなげるわね。最後はどうなると思ってんだケロッグ。相手には何をしても構わない。仕返しをされることはないとでも思っていたのか。知っての通りだよ。彼らは悲惨に死んでいった。そしてお前はいなかった。何の役にも立たなかった。
してほしい新しい記憶が見つかった。接続するわね。座っても死んでもらいたい奴がいる人間はいつもいた。痛めつければいいだけのこともあったが、大抵は死が望まれた。時には騙そうとする奴もいた。大抵はどこかについて最初の仕事の時だけだった。大したことではなかった。それも仕事の一部だと考えていた。無料でやるちょっと余計な仕事だと。いずれにせよ結局は報酬は支払われた。構わないか。俺のような奴にはいつも仕事があった。何であろうと大したことではなかった。誰を殺すことになろうと大したことではなかった。仕事はかなり上手にやってのけた。好きにしてくれ。その頃のことはあまり覚えていない。みんなごっちゃになっている。だがほとんどいつも酒場はあった。そいつは世界共通だ。どこに行こうが構わなかった。ほとんどは東をさまようことになった。多分サンフランシスコからできるだけ遠くへ行きたかったんだろう。人の悩みを解決してくれると聞いたんだが、合ってるかい？金を払えばな。ああ、金は払う。で、一人で全てやってのけると？その通りだ。仕事が終わったら支払う。それでいいか？そうしたいならそれでいい。で、誰に死んでもらいたいんだ？実はこういう話なんだ。あの家族は小川をずっと下ったところに住んでいて。だんだん近づいているみたい。次のを試して。ミスター・クロック、アウト決めてくれて嬉しいわ。結局連邦に流れ着いた。もう行くべき道もなくなってたし、人生に折り合いをつける気にもなっていた。また他人と関わろうとするほどバカな気を起こしたわけじゃない。世界と自分の問題だった。そして世界が向き合ってきた。あんたインスティチュートの人間なんだ。インスティチュートについてはあらゆる噂を聞いたことだろう。だが彼らは何か悪いことが起きた時に出しに使われる都合の良い怪物だと分かった。彼らは実在する。確かにそうだが、地表のやり方は何も知らない。何もかも人造人間に頼っていた。彼らにはこっちが必要とする資金があり、こっちには彼らが必要とする腕があった。永続的な取り決めになったが、ちょうどよかった。本当にいるのか、この目で確かめたかった。ご覧の通り生きてますよ。何の用だ？最近ここの仕事に対してかなり破壊的なのが目に余って、やめてもらいたいのです。金をもらって頼まれたことをしているだけだ。それが問題っていうなら解決法は一つだけだ。で、それは何、ミスター・ケロッグ？あんたらが依頼人になれば問題はなくなる。聞いたところでは金の余裕はあるようだしな。現在の状況をよく理解していないみたいだけど。いや、理解していると思うぞ。
いいでしょう。 B748 起動。驚いた。それなら話し合うべき案件があるかもしれないわ。近づいている感じ。このうちの一つが何かを教えてくれるはず。もう脳が残っていない。あ、ほとんど無傷に見えるのが一つある。今接続する。手動オーバーライドを確認。低温睡眠。インテリたちは俺みたいな汚染されたクソ野郎から命令を受けるのを嫌がった。だが俺を必要としていたし、俺はそれを分からせてやった。現在連邦におけるインスティチュートの主な実行部隊は俺だ。彼らが何かやりたい時には俺のところに来る。インスティチュートの誰かが任務に同行することはまずなかった。だからこれは異例だった。当時ボルトからさらったのが誰だったのかは知らなかった。もちろん彼らも知らなかった。正確なところは、ボルトのコンピューターはまだ動いてる。いいぞ、ログを調べてみよう。うまくいけば。ああ、見つけてくれ。ポット番号 C6、 突き当たり近くのホールだ。こいつだな。ほら、開け。その時でさえ彼を生かしておくのは間違いだと分かっていた。その手の復讐は誰よりも理解していたから。だがその時は戦前のやわなボルト居住者なんか対処できるとうぬぼれていた。たとえ彼がどうにかして解凍されたとしても、少なくともインスティチュートの奴らがもうすぐ期待しているものを手にするのは分かっている。奴が俺を殺せるなら彼らも長くは奴から隠れていられないだろう。あの子を殺さずに済んでよかった。子供を殺した経験がないとは言わないが、喜んでやったことはない。それに赤ん坊を見て彼女のことを思い出したみたいだ。俺は冷酷なろくでなしだが、それでも人間なんだ。だがこれでよかった。彼女の子をさらって彼女を生かしておくよりも。終わった。大丈夫？あと少し。これで全部うまくいくはずだ。こっちに来て。ここよ。いや待って。いい子ね。この子は私が。赤ん坊を離せ。一度しか言わないぞ。ショーンは渡さないわ。くそ。赤ん坊をここから連れ出せ。そして少なくとも予備はまだある。低温システム再起動。何が問題なんだ？ほぼ終わりだ、ケロック。あとは確認だけ。よし、もう大丈夫だ。あ、あれをまた体験させてしまってごめんなさい。無傷の記憶をまた見つけたわ。準備ができ次第つなぐわね。あれは息子さん？これはつい最近の記憶みたい。だからいい知らせってことよね。ダイヤモンドシティの真ん中で子供と落ち着く考えはなかった。実際ひどい考えだと思っていた。
だが上層部が温めてきたプロジェクトの一つだったのでここにいた。子供と一緒に幸福な家族のように。最終的には気に入っていた。物事が違った方向に転がっていたらこういう人生だったのかもと思わせられた。だが後戻りはない。一時的なもので近いうちにいつもの仕事に戻るのは分かっていた。ダイヤモンドシティに仕掛けられた罠は上層部の入念な計画の一部だ。俺たちはボルトから友人をおびき寄せる餌だということははっきりしてきた。このタイミングは偶然のはずがない。これは上層部のやり方じゃない。結局出し抜かれたってことなんだろうか。やりかけの件を片付けたのか。ケロッグ、いいんだ。いつかお前も自分の頭を吹き飛ばされてこんな風にここに押しかける。一般市民への露出を最小限に抑えることが最優先です。俺が何を。新種の人造人間は問題なく人間として通用する。何人かは実際に通用した。だがコーサーは品種改良のために作られてはいない殺人マシンだ。純粋で単純な。本物の人間よりも賢く強く速い。常にこちらの味方でいてくれたのは助かった。一旦それを忘れてくれ。それで今度の大きな危機とは何なんだ。新しい命令です。私たちの科学者の一人がインスティチュートを去りました。去ったとは。寝返りました。ブライアン・バージルという名前です。輝きの海のどこかに隠れているのは分かっています。これが彼のファイルです。これはこれは責任を取らされるやつは大変だな。生かして連れ戻すのか、それともただ排除するのか。排除です。彼は非常に機密性の高いプログラムに取り組んでいました。冗談だろ。バイオサイエンスボーイズの一人か。参ったな。ということはその子を連れて戻るんだな。その通りです。あなたの唯一の使命はバージルの居場所を突き止めて排除することです。父さんの元に返してくれるの。そうです。隣に立ってじっとしていてください。わかった。X688、ショーンと転送装置の準備完了。さよならミスターケロッグ、いつかまた会おうね。さよなら。テレポーテーション、それで全てわかった。インスティチュートの入り口を見つけた人がいないのは入り口がないからなのよ。接続を終わらせる。準備ができ次第。ゆっくり動いて。いい？どんな副作用が起こるかわからない。これまで誰もやったことがないから。どんな。おやおや、金属がたくさんだ。
本当に大丈夫なのか、どこか問題があるのか。怖がらせる気はないけど、正直どこを見ればいいのかわからない。前にも言ったように、これは未知の領域だから。でも神経関係も生理学関係も数字は正常に戻っている。医学的な観点から問題はない。向こうで何があったか話す気になった？一緒に接続していたんだろう。俺が見たものをあんたも見ていた。そう。でも全て一緒に検討するのが大切よ。どちらかが何か見落としているかもしれないから。必要な情報は手に入った。インスティチュートはデイリーにテレポーテーションを使っている。そう。彼らの最大の秘密がついに明らかになったのね。だけど疑問が増えるばかり。どういう仕組み？次はどこへ行けばいいの？どうすればいいと思う？考えさせて。裏切り者のインスティチュートの科学者バージルに関する記憶はどうなってる？彼が生きているなら共通の敵がいるわけだから役に立ってくれるかも。気に入った。記憶によればインスティチュートは彼が輝きの海に逃げたのを追った。だけどそれは馬鹿げて聞こえる。頭のおかしな人間だってあそこに行くのはためらう。なぜ輝きの海はそんなに危険なのか。名前が全てを語ってる。放射能、量が多くてあそこでは何も生きられない。好ましいものは何も。放射能ハザードのナビは新しくもないけど、輝きの海は人を秒殺するの。そこがわからないところ。バージルはあの地獄へ逃げていった。被爆量だけでも。それがあそこにいる理由だ。インスティチュートに追跡をためらわせるためだ。きっとそう。彼は輝きの海の放射能を盾として、あるいは隠れ蓑のように使っている。追跡者を巻いて有利にことを運ぶように。バージルがあそこで生き残る方法を見つけたのなら同じようにやることね。彼を追跡する気なら。大量の放射能の対策は何かあるのか、ドクター？そうね。パワーアーマースーツを着用すること。あれは核戦争を想定して設計されたと聞いたことがある。あれなら必要な条件にぴったり。放射能を抜ける方法を見つける。心配するな。幸運を祈るわ。無事で。ところでミスターバレンタインを先に引き戻したの。あなたが目を覚ますまでの間に移植脳を取り去って、今は上で待ってる。トラブルになりそうなことをわざわざ見つけてきてないか？いつもトラブルの方からやってくるんだ。いや、判断できないね。正直に言って気分転換は一人でしない方がいい。この業種じゃ物事はひどく厄介になりがちだからね。撃たれたり毒を盛られたり処刑されそうにもなった。最近までダイヤモンドシティの留置所はパイパー用特別室って呼ばれていた。なんだってネタになるんだよ。誰かが毒を？あのね、紙一重で毒殺されかけたんだけど、始まりはシティの食料品の価格を釣り上げてるキャラバンのカルテルについての記事を出したばかりの頃だった。記事は好評で、街で彼らの商品のボイコットまで始まった。そこでダグアウトインに立ち寄って祝杯をあげようと思いついた。だいぶ飲んでからやっと何かがおかしいことに気づいた。バリムがバーにいなかった。ビールがまずかった。いつも以上に。それから吐き気がしてきた。あいつがこっそり入れたのが何かはわからないが、外に出なければならないことは分かっていた。あるものを探すために見渡して、でやっと蒸留機のやつを見つけたの。その後密造酒をガブ飲みしてやったよ。正直に言って毒で死ぬより良かったのかは確信が持てないけど、それがうまくいったんだ。ブエー。そして床で気を失っている間にセキュリティがバーテンダーを逮捕していた。そいつは結局自分のボスを裏切ったんだけど、みんなまとめて刑務所行きになったんだ。処刑はされなかったようだな。おかげさまで。あれはバンカーヒルの汚染された飲料水についての取材をしていた時だね。水の出どころを追って古い下水管を通っていった。そこで何を見たと思う？チルドレン・オブ・アトム。我が物顔で住み着いていた。運悪くあっという間に見つかってしまってね。彼らはどうやら
レポーターが嫌いらしい。それで不法侵入の罪を償うためにアトムへの生贄を捧げることになった。その場でひざまずいて巨大な下水管に蹴り込まれそうになったんだけど、その時突然こう叫んだ。アトムだ、アトムが降臨されたぞ。彼らはそれを真に受けた。引き上げられて入信式を受けさせられてね。ここにいるのはアトムの正式なアコライトなんだよ。数日経ってからなんとか脱出してバンカーヒルのセキュリティに通報して、最終的にはその場所は綺麗になったのさ。波乱万丈の人生を送ってきたんだな。確かにそう。だけど正直に言って、こうして会えたことでやっとスタートを切れた気がするよ。厄介ごとに巻き込まれる、お互いそういうものなのかもね。つまりここに二人がいて、自分たちの身を危険にさらして連邦の人々の生活を良くしようとしているってこと。賞賛や報酬や栄光のためでなく、正義のために。知っておいてもらいたいけど、偶然とはいえ一緒にいられて本当に嬉しいと思っているんだよ。それでいい。そばにいてくれると幸せだ。ええ、ありがとうブルー。それって心からグッとくる。意外だったな。じゃあここから出るかい？おい、見返りに何をすればいい？補給の時間だよ。食べる？何か言いたいことはあるか？マメなタイプなんだね。脳みそだけのケロークと一緒にビールを飲むなんて、そんな気にはどうしてもなれないよ。お互い何の問題もないよな。心配いらないよブルー、ちゃんとうまくいってる。さあまた一緒に無茶しようぜ。以上だ。わかった。